松江日本大学高校ですね、うん、行ったらサッカー部ないの、入学式行くじゃない、はい、みんな特攻服着てんのよ。一人だけさユニフォーム着てさ壁にボール蹴ってる人がいたの。初めてまともに皆さんがやってくれた試合、1試合目が22対0だもん。で次が15対0だったから、はい、それが10対0になってくるでしょ、はい、0-0 だったの。そん時もうみんなでもう大泣き。皆さんこんにちは、本日のゲストはですね、元日本代表のフォワードで現在はガイナーレ鳥取の代表取締役 GM 野人こと岡野雅之さんです。よろしくお願いします。どうもお願いします。野人です。もう岡野さん、もう野人ですって言っただけでもう爆笑ですからね。やっぱエンターテイナーであり、なんか持ってるっていうことはね、ちょっと安っぽいんですけど、なんかそういうこう不思議な力を持っている、岡野さんにですね、サッカー史を遡って今日は伺っていきます、はいはい、まずサッカー始めたきっかけ何だったんですか？サッカー始めたきっかけは俺一人っ子で、はい、その幼稚園の時もおふくろがテニスやってて、はい、そのテニス友達の同級生の子がみんな女の子だった、はい、で女の子ばっか遊んでて、はい、男の子の輪に入るのがすごい怖くて、この岡野さんが、うん、今こんなになっちゃったけど、こんなになっちゃいましたけど当時はね、それで両親がこのままじゃいけないと、うん、だからなんかやらせた方がいいんじゃないかっつって、はい、で俺横浜だったんだけど、はい、まあ、たまたまちょっとうち高台にあって小学校が見える、はい、土日になると必ずサッカーやってて、うんうん、であれに入りなさいってなって、はい、やだやだって言ってて、で無理やり連れて行かれて。なんかそのスポーツやることとが嫌だったんですか、それとも男の子の輪に入るのが嫌だった？輪に入るのが嫌だった。だけど本当に そういう感じで手引っ張られて泣きながら入って、うん、でこうやって立ってたらたまたま俺になんかどっかに当たって入ったんで、ゴールがねいいところにいたんですか、ポジショニング分かんないけど、よく分かってないから、はい、そしたらみんなナイスって来るじゃない、はい、それで嬉しくて、はい、それでたまたま始めただけ、きっかけは。それで好きになったんですか？それで好きになったっていうか、やっぱ友達がたくさんできるっていうのでサッカー続けたのかなっていう、はい、現役時代は、うん、こう俊足が持ち味だったと思うんですけど、ちっちゃな頃から足速かったんですか？あのね、小学校早かった。リレーのね、あれに選ばれたり、リレーの選手に選ばれたり、ほうほうほう、だからやっぱりサッカーでも独走だったし、だから1試合で12点取ったりとか、全然本当にそれぐらい点取ってて。本当ですか、うん、本当ですかって聞いちゃったのも失礼なんですけど。いやでも本当早かったんだよ、足は。小学校の時代の成績、うん、6年生の時に横浜市で優勝した、はい、おお、うん、すごいっすね、うん、横浜市って結構学校多いですもんね。多い多い、あれは嬉しかったね。選抜チームとかなんかトレセンとかっていうのは選ばれたりしてたんですか？あ、はいはい、横浜市選抜っていうのは選ばれた。はい、中学横浜市立日吉台西中学校に進学されたと、うんうん、これは進学の決め手とかっていうのは何かあるんですか？俺駒場小学校ってとこにいたんだけど、はい、そこの子は大体みんなそこに入るね、普通は。でもさ、これさ、それも小学校の子すごかったじゃん、サッカー、はいはい、さ日吉ってさ、はい、日吉なんだけど、はい、慶応があるじゃない。そうですね、慶応中学から来たのよ、誘いが。サッカーで来てくんないか、岡野さんに、うん、何を間違えたんでしょうね。いや、ごめんなさい、嘘です。じゃあ俺もだからさ、はい、なんであれ断ったんだろう。今になってね、はい、違う人生だったかもしれないですね。そうだよ、そしたらもう多分ケイタとか口聞いてないと。お前慶応だよ俺。はいはい。誰に話しかけてんだろう。じゃだけどなんでかって言ったら、やっぱりみんながその日吉台に一緒に行くから、はい、一緒にやりたいじゃないサッカー、はい、そのまま、はい、だからそっち選んだっていうだけで。その中学時代の成績はどうだったんですか？全然ダメ。なんでですかそれは？やっぱり監督がいなかったっていうのと、俺らの頃ってやっぱりプロがなかったし、はい、やっぱサッカーっていうのが価値観がなかったんだよね、学校の先生も、はい、多分親も、はい、まあ、うちの親はもうとにかくサッカーは頑張りなさいって言ってたけど、はい、周りの親からしたらやっぱり受験もあるし、うん、夏休みなんかサッカーやってる場合じゃないと、うん、プロもないのに飯も食えないじゃないかと、はい、だから結構やめていく子多かったんだよね。で中学の時はそれこそやっぱりバンドブームに、俺らの時バンドブームだ、はい、でみんなそっちにまた流れていっちゃうんだよ、バンドやり始めたり。あーでもそうですよね、うん、中学校の頃はその多感でいろんなものに興味ありますもんね、うん、岡野さんはそれでそっち行かなかったんですか？俺はだからそのサッカー部の子たちがそっち側行ったからさ、くっついてさ遊びには行くけど、はい、サッカーは大好きだったから、う
作家だけでやってたの。で俺も成長期が遅くて、はい、もうほんと小学校から全然背が伸びなくて、はい、足の速さもみんなに負けるようになっちゃって、はい、サッカーが一番ダメだったの中学生かもしれない。あ、うん、やっぱその成長期の違いありますもんね、うん、あの中学卒業後、うん、ブラジルに留学したいと話したみたいなんですけれども、うん、はいはいはい、なぜこれブラジルに行こうと思ったんですか。これはちょっとね、三浦カンズさんが本を出されたの、中学生ぐらいの時に、うん、ブラジル留学してますみたいな、うん、でそれを親が読みなって言われたから俺それ読んだ、はい、あこういうやり方もあるなと思って、はい、俺も行きたいなと思って、はい、で俺結局その中学の時全然ダメだから、うまい子はさいろんな高校からさ声がかかる推薦とか、はい、全く俺引っかかんなくて、はい、で頭も悪いし入れる高校って言ったらさもう本当にヤンキー高校みたいなとこしか行けなくて、はい、でそんなとこ行ったらどうなるのかなと思った時にそのカズさんの本を見て、はい、これはいいと思ってで留学したいなと。ご両親に言ったんですか、うん、言った。そしたらなんそんなの行かせらんないと。でもブラジルの留学の本読めと言われたんですよね、うん、だってこういうのもあるよってね。だからでもそんな俺がすぐ行きたいって思わなかったじゃない、言うとは思わなかったじゃない、はいはい、で行きたい行きたいって言ってたんだけどダメだ、それはちょっとさすがに行かせらんないな。あでここから多分いろんな激動の岡野さんの、うん、人生のターニングポイントが生まれると思うんですけど、 その後松江日本大学高校ですね、うんうん、これ横浜の中学生が島根の高校に進学するわけじゃないですか、うんうん、これきっかけは何だったんですか。まあ、親戚の方がおじさんがなんか島根に行ったことあるらしくて、はい、でその高校になんかちょっと公演じゃないけどなんか、うん、あのそういうあれで一回ちょっと学校に行かせてもらったことがあったらしくて、はい、したらすごいいい学校が あるぞと島根県にっつって、はい、で全寮制だと、うん、だ全寮制だから寮生活だと自分で自分のことやんなきゃいけないから、はい、それで修行してブラジル行けばいいじゃんってなったの。はあ、はい、サッカー部もあるし、はい、でまあ島根のね高校数少ないから、うん、すごいチャンスあるじゃない、はい、もしかして全国で出れたら正幸が宣伝になるじゃないってなったから、うん、あそれもいいなと思って、まあ結局神奈川で行ける高校なかったし、はい、でも一人でね、はい、まあ、で大丈夫かなと思いながら、はい、不安はいっぱいあったけど、まあ、サッカー部あるならいいや、はい、で絶対全国でやるみたいな感じでで行くんですよね、うん、行ったらサッカー部がないのよまずなんでね、俺何しに行ったんだとこんな笑える話ないでしょ。そもそもその当時のその高校はですね、どんな高校だったんですか。だからね、もう今じゃ本当信じられないけど、もう漫画のような学校でさ、はい、俺もびっくりしたけどさ、入学式行くじゃない、はい、みんな特攻服着てんのよでさ、結局俺らの高校ってのは地元の人いない、全国の北海道から沖縄までのそういうより優れたエリートのヤンキーが入ってくる。エリートヤンキーが入ってくるんですね、はい、なんだこれそれ思うじゃない、はい、はみたいな、はい、でもあの本当にちゃんとしてるのよ上級生とかは、はい、挨拶もすごいし、はい、でこれは後に分かるんだけど、はい、そのおじさんがいい学校だってたのは、うん、結局ヤンキーが集まるってことは構成させられる学校なのよ、うん、でそれは入学式だからまださ、はい、入ってきたばっかりだから、はいはいはい、だからおじさんはさみんな構成させられた後に行ってるわけよ。あ面白い、あそうですね、だからさ例えば車でさ、はい、あの俺らもそうだったんだけど通るじゃん、はい、一般の車が、はい、したらさもう学校のあから寮まで帰る時は絶対挨拶しろってなってて、はい、でそれおじさん見てるからめちゃくちゃいい学校だよと、素晴らしい学校だと、うん、それ構成させられてるただ単にでもなんか1週間はさすごい優しいのよ先輩も、全寮制だから多分3年生、はい、2年生1年生って同じ部屋なんだけど、はい、すっげえ優しいのみんな、なんだこの先輩だって思うじゃない、はい、そしたらさ1週間経ったらさビューってブザーからの朝の3時ぐらいビューって廊下出ろなって言われるわけ、はい、ボーンって出たらさ上にさちょっとこういう広いさちょっとこうみんなが座れるような、はい、一角があってさそこにもう先輩たちこうやって立ってんだよこうやって、おめえら明日までに髪ここまで切ってこいつって、え張り倒すぞおめえら今あれ急によ急に正座しろっつって、1週間はブザーも鳴らず、ならないよ、もう優しい、もうずっとこんな笑顔で、はい、いいんだよみたいな、はい、そもうそっからガーン変わって、なめった腫れ倒すからなだめやろなみたいになって、それで寮から学校まで30分ぐらいあるんだけど行進して歌歌っていくの、
旗持って国旗持って、その歌全部覚えなきゃいけない。で順番が回ってくるわけだから、その明日は誰が一番前で歌い始めなきゃいけないとか、はいはい、だから全部覚えなきゃいけない。でもう覚えなかったらボッコボコされるし。岡田さんは覚えたんですか。覚えたやん。覚えなきゃやばいもん。で学校行くじゃない、はい、そしたらさ今度さ授業がさ普通ですね、国語算数理科社会ですよ、まあはい、1時間目、はい、不動の姿勢って書いてあるの、はい、なんだろうと思ったらさ、はい、こうやってさこうやって気をつけするわけじゃない、はい、これ1時間で虫がついて動いたりしたらバカーンってやられるから市内とかそれ先生にやられる。先生にやられる。もうずっとこれ。2時間目は何があるんですか。で2時間目作業ってなって、はい、作業着着替えるじゃない、はい、何すんのかなと思ったらさ、なんか山があるの後ろに学校の、はい、でそのこの山をこうやってガンガンってやったら岩がこうやってガーンと落ちてくる、はい、でその岩にロープ巻いてさみんなでよっしゃーよっしゃーって引っ張ってってさ、何すんのかなと思ったら学校を作るとか言うわけよ、はい、こう新しい校舎を、はい、何時代みたいなそういうのやったりとかさ、はい、岡田さんサッカーはいつ出てくるんですかねそれでサッカーどうしたんですか。でさすがに俺もきついじゃない。きついですね、はい、でもやめようかなと思ってさ、はいはい、でも最後の最後にさちょっと一回だけもう一回理事長先生って一番トップの先生がいたからさ、はい、いやなんかサッカー部ってあるって聞いてきたんですけどないんですねって言ったら、はい、ありますよって言うから、はい、どこでやってんですかと、見たことないとサッカー部や、はいはい、活動してるの、はい、体育館の裏のホールでねやってると思うよって言われ、体育館の裏のグラウンドあんのかなと思って見に行くじゃない。はい、一人だけさユニフォーム着てさ壁にボール蹴ってる人がいたの。はい、あすいません、あのサッカー部ですかって言ったら、あそうだよ、はい、あるんですねって言って、はい、うん、で何人部員いるんですかって言ったら、俺しかいないえ、はい、それサッカー部じゃないですよねそうなんで、俺もさサッカー部あるって言うからさ来たんだけど、ないからそこなんか一人でやってんだよって言って、じゃあどうしますって言ってさ、作るしかないよねって、まあ、ないなら作るしかないじゃない、はい、その方はちなみに何年生だったんですか。1個上、俺のだから俺が1年生の2年生じゃあ1年間1人でボールずっと蹴り続けたんですか。そうそう、で、はい、やっぱ全寮制だからさ簡単なのよ募集は。あ、はい、うん、ノートにさ、はい、まあ、サッカー部募集しております、ぜひ、はい、入ろうと思ってる方は名前記入してくださいみたいな感じで、はい、置いといたらさ、はい、結構20人ぐらいかな。おこの名前書いたってさ、はい、3年生から1年生、はい、で経験者も3年生でも いる人もいて、はい、昔やってたって、はい、マジでやってたみたいな人もいて、はい、であとはもう人しか蹴ったことねみたいなボールは蹴ったことに人はいっぱい蹴ったことあるよっていう人ばっかりでさ、でもミージャーにできたんだから。そうですね、20人集まって何から始めるんですか。だから まずこうテストじゃないけど、はい、どんぐらいできるか見たいからさ、はい、パスとかさいろいろやるシュートとかさ、はい、ひどいのやっぱり。でこれまずいなと思ったけど、まあ、俺が一応こう監督兼選手みたいなでキャプテンだったからメニューもさ、はい、何やらせようかなと、うん、で親父も結構小学校の頃コーチとかやってたかし、はい、だからなんとか聞いて、素人なんだけど どういう練習した方がいいと思うっつったら、はい、もう本当もう超小学校に教えるようなさ、はい、メニュー考えてさ、はい、やっていくわけ、はい、ただ練習はさなぜかさすごいやってくれて、まあ、楽しかったのかななんか分かんないけど、やり始めたら面白い、こんな面白いんだねみたいな感じで多分やってくれて、それでこのままじゃさ面白くないから、まあ、練習試合でもしたいですよねってなって、はい、うん、で俺とその作った先輩とさ顧問 の人たちと手分けしてさいろんな高校にお願いしたの、はい、全部断るわけよそれはそうだよな、はいはいでもそしたらチーム強くならないですよね。そうでも必死にやってたら一校だけあいいですよとぜひお願いしますって言ってさ、うん、はい、うわよかったと思って行くじゃない、はい、したらさ絵に描いたような不良校なのこれ本当にあるんだと思った。漫画しか見たことない。もう全部スプレー描きでさガラス割れてる、だからクローズンみたいなあの学校スズランみたいな学校、はい、はいはいはい、本当に、普通嫌じゃない。俺なんかめっちゃ嫌だったよ。もうだから入るのも怖いしさ。そうですよね、先輩で嬉しそうに行くのよ嬉しそうなのよまあ試合できんならいいかと、はい、で授業中だったからさなんかやってる人いないんだよサッカーどう見ても。でも制服着てボール蹴ってる人たちいたんだけど、はい、まあ体育の授業かなんか遊びでやってんのかなと思う、大きいヤンキーの人たちが、はい、そしたらさ並ぶんだよねそのまんま制服の人たちがブワーって。え、制服で試合やるの。そう、向こうみんな制服
岡野さんの高校はでもちゃんと俺らはユニフォーム作ってさ、え制服でと思うじゃない、はい、さスパイクは履いてんだね、はい、あまあまあまあでもまあまあいっかと。でも嫌な予感しかしないじゃない最初から、はい、そうですね、もう向こうこんなんだし、はい、でピーってなった瞬間にさ先輩がガガガガガガガって走っていくわけよ、はい、バーカーン飛び蹴りしてさうらーって始まるわけよ、大乱闘ですよそれで、授業してるからブワー降りてくるじゃない、はい、みんなうらー何やったんじゃんみたいな、はい、で俺はもうビビって立ちすくんでたけどさ、はい、さすがだよね、うん、全国から素晴らしいエリートが来てるわけじゃんよりすぐりのまあ強い、まあ強い、それもう向こうもさわってちょっとこうマジかよみたいになるから、それでさ勝ったぞって言い始めてさ、はい、でパッて見たらさボール一個も動いてないってキックオフのボール一個も動いてない、岡野さんも動いてなかったんですよ、俺も動いてない、で一試合目がそれだけど、俺はさやっぱ学校帰った時にさ涙出てきてさ、うん、こんなんじゃないですとサッカーはと、うん、もう俺辞めますって言ったのその時、この学校も辞めるし、うん、って言ったの、はい、先輩に、はい、呼び出し食らったの次の日、これはやばいと、うん、おめえが作るってのが入ってやったんじゃねえか、うん、みたいな感じでね、なんか言われるのかなと思ったら、はい、申し訳なかったってなって、ごめんと、もう二度としないからもう一回サッカー教えてくれと、ってなってさ、はい、まあ分かりましたっつってやったら、みんな一生懸命やってくれなって、もう練習試合とかやってもさバーンって当てられてもここまで行くんだけどなっていってさ、初めてまともに皆さんがやってくれた試合1試合目が22対0だもん、負けたの今でも覚えてる、それはそうだよね、はい、向こうはみんな小学校からやってるわけだから22対0で負けてさ、はい、で次が15対0だったかな、はい、それが10対0になっていくでしょ、はい、8-0、うん、5-0、うん、2-0、うん、0-0だったの。その時もうみんなで大会でも何でもいいんだよもう大泣き、練習試合ですんごいの、やっぱりさ根性あるからさ、うん、すごい上手くなるスピードが速いの、だから何言っても絶対断らないし、走りの練習も絶対に最後までもうどんなに辛くても走り抜くし、本当に夜ボールが見えなくなるまでみんなボール蹴ってんのよ、すんごい上手くなってさ、で1年目の最後の新人戦、はいはい、でベスト4だもん県で、漫画でしょ、漫画のような、すごいですね、うん、2年生の時に初めてサッカーの監督来てくれて、はいはいはい、だん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 本当に本格的にサッカー部になってさ、うん、でサッカー部も強くなったからってさ、はい、学校側もさサッカー部だけの専用の寮にしてくれてさ、うん、今なんか選手権もずっと出てるしね、うんうん、今の立正大湘南なんだよね、まあ普通はこう経験しないじゃないですか、うんうん、それでもサッカーを真面目にやり続けて、うんうん、今こういう野人岡野正幸としていると思うんですけど、うんうんうん、そこでなんかこうちょっと違う道にこう行こうとしたりしなかったっていうのは、ね、なぜなんですか。やっぱりサッカーが好きだったから。好きだったんですか。だからサッカーはやっててよかったなと思ってる 今でもね。でもその岡野さん最高成績が島根県3位ですよね、うん、で、まあ、強豪校に成長していったと思うんですけど、うん、高校時代振り返るとどんな時期でしたか岡野さんにとって。よく耐えたなって感じだったかな。耐えた本当に。本当1年生の時は毎日泣いてたけど、うん、1日が1ヶ月ぐらいに感じた。まあでもあの経験がもう今完全に役立ってるよ。だから結局うちの学校の教えは自分で切り開くしかないと。まあ自分で道切り開かれたと思うんですけど、まあ、体育推薦で今度は日本大学、うん、そうだね。サッカー部のテストありますって書いてあった。2人しか受かんないっていうのよ。でやったら俺が4点取ったのかな。お前1回だけ頑張ってるからあのメンバー入れてあげるからっつって、でやったらさ6点取っちゃった当時最強と言われていた筑波大学との天皇杯、ここでも大活躍されるんですよね。1人2人3人4人キーパー抜いて入れた。あいつは誰だったの。うん、